ヤケブリン、ヤクゼと申しますぞ。今回は特製で鬼火が効かないドイツでランクマッチに潜っていきますぞ。メンツは清めの塩で鬼火が効かないヨジョン、それから状態異常が効かないヨジョン、黄金の体で置いてからの変更ゼロ効かないヤフゴー、もらい火でこの技が効かないヤレアルマ、こんまり文字でこの技が効かないヤウッツェル、熱交換でやけど状態にならないヤグルレイブ、そして水のビールでやけど状態にならないヤミルカの6体でランクマッチに潜っていきますぞ。一応現状のウィキリの評価をここに書いておきますが、読みたい方は貯めて読みがやりやれ。で、一応イカサマダイスをヤグレイブを持っていますが、これはハチマキとかが、ハチマキ玉が余ってない状態で氷技を強化するならば、つらら落としを解けない氷を持たせるよりもイカサマダイスの方がいい場面があるというわけで、イカサマダイスつららばりがいい場面があるというわけで、そういう限定的な状況で使えるアイテムとなっておりますぞ。イカサマダイスは手放しで役割の似たりるアイテムというわけではないので注意するがやりやれ。では試合までカットしますぞ。対戦相手が見つかりましたな。 T 氏対戦よろしくお願いしますぞ。アイドルパーティーはカブルドンドコドン、ゲンガー、ジバコイル、ドラパルト、ミズロトム、サザンドラ、まあ、焦点はカバでいいでしょう。ヤミルカ出番ですぞ。ヤミルカがいるとカバが出てきづらいような気はしますがな。ねえ、ロトムを倒すのはヤグレイブの仕事、おそらくきっと多分。ドラパルトをヤグレイブに任せるわけにはいかないが、ヤウッツェルもどうかと思う。ヤーフゴーも弱点を突かれる。ユジョンならば、まあ、ご自慢の耐久でなんとかなるはず。ヤレンアルムの役割対象はいないので、そこは出さないことは確定でいいでしょう。ヨジョン行きますぞ。カーソルが下に行くと思い込んでいるのは本当に良くない。連打癖が治りませんな。では、T 氏対戦よろしくお願いしますぞ。この間が何とも言えないが、黙ってりゃ編集で切れるんですがな。対戦よろしくお願いしますな。デフォートレーナーカード。さて、ゲンガー。さてこちらは闇イルカ。闇ってことは悪タイプなんで、きっと有利対面でしょう。ハイドラポンプ以外ありえない。エナジーボールしっかり持ってるんですが、まあこれを読んで出てきてるでしょうからな。早速1体失いましたぞ。ではヤグレイブいきましょう。こいつはタスキだと思うので、お展望のヤグレイブ、ここはツララバリ以外ありえない。自信も弱点ですが、ナスキの場合は貫通できないので問題は鬼火。しかしエナジーボールを入れてるゲンガーに鬼火のスペースがあるとはとても思えないんですな。催眠たたり目、鬼火たたり目ない話ではないが、まあということになりますよな。帰りがやりえない。しっかり受け止めましたぞ。ではツララバリ用意したんですな。これは確実に落とせますぞ。ナスキの有無は分かりませんでしたがな。撃破以外ありえない。素晴らしい火力ですな。さーて体力半分近く持っていかれましたが、加圧筋は十分あらず、ドラパルトが来た場合が一番困るんですよな。あ、こいつも同様ですな。サザンはすぐテラストララスターから打ってきますからな。つまり引けない。つまりそうなったら負けなので考えてられませんぞ。瓦割りにするべきなんでしょうが、鋼テラスタルは勝てないので切りゃいいんですな。テラスタルを切る。お相手の鋼テラスタルも思考から切る。テラスタルヤグレイブですぞ。これで適当なドローン技では落ちませんが、ラスター可能ありますよな。耐えるがやりえない。ギリギリですな。しかしテラスタルしなかったおかげですぞ、お相手が。で、こっちは下をかけて倒すんですな。素晴らしい負担ですな。撃破以外あり。まあ、結果論で言えばテラスタルはしなくてよかったですな。まあ、そんな結果論はどうでもいいんですぞ。お相手を倒した。この事実だけで十分ですな。カブラ飛んだことはいましたな。これでお相手、このターン確実にテラスタルを切ることになる。なぜならこちらが氷技を飛ばすのか分かっているから。そしてそれを半減するだけ、対戦監視以外ありえない。半減するだけの用意があるとか言おうとしたんですが、なかったようですな。対戦相手が見つかりましたな。ユータ氏対戦よろしくお願いしますぞ。マイケルパーティーは、教授オン、おそらくイルカマン、カイリュー、モロバレル、ドーラパルト、ニンフィア。さてですが、焦点イルカがクイックターンしてきそうなので、ヤーグレイブ出してドラゴン技ぶっ放すのがいいような気はしますな。他の連中が来ても対面でそこまで不利は取らない。巨ジオンはヤフゴを出せばなんとかなる。そんな感じでいきますぞ。ではユータ氏対戦よろしくお願いしますぞ。
青い感触はグルメなドラカルト。小屋敷から来てしまった場合どうするべきか。あまりいい立ち回りとは言えませんが、お相手から見たら適当に落とせる対面なんですな。つまり早速やってしまいますぞ。さあどうしてきますかな。こちらだけ照らしてる。なぜならこちらの方が確実に遅いから。最中ドラパルトなんてないでしょ。あ、恩返しか。うおー、でかい、でかいじゃ、でかいよ、この氷の結晶、落ちるよ。いきなり裏声出すと、見ていただきたいと言うそう。アロー耐えます、ここドラゴンアロー耐えますね。ギリギリ落とされるところでしたな、危ない危ない。では、お返しですぞ、つららなり。えい。ゆうで落とせますな。激害あり。素晴らしいから来るぞ。さあ受け込む攻めのテラスタル、どっちかというと受け寄りでしたな。さてもうこちらにはテラスタルの権利がないわけで、まあこやつはこのままですが、お一定はいろいろ考えられる。海竜が出てきたということはどう考えてもテラスタル、まあ落としに来るので何を選ぶも何もないんですが、ここは一応自信を選んで、さすがにここで強気そのまま龍舞はないでしょう。問題はそもそも耐えないんですがな。真っ暗い怪獣、お相手が耐久重視の振り方で龍舞を安定して積むというならば、そして神速をただしてくるならば問題はなかった。というか怪獣はノーマル5位でつらばりを選ぶべきでしたな。神速ジュエル、神速頭のとでかいジュエルと持っていた小さいジュエルが発動しても耐えますな。さすがの耐久ですぞ。まあ悪くない負担。ここ神速じゃない理由はないので、もちろん戻しますぞ。持ち物がないのは分かっていますので、グルメなヤフ号が受けて立ちますな。で当然神速。さてここはシャドウ棒を打つわけにはどう考えてもいかないので、イルカまで見るなら気合玉、そこを見ないならゴールドラッシュ、モノバレルが来ても正直敵ではないので、表情も一旦引いてラッシュでいい。ここは気合玉以外あり。リマイコ丸付け潰れて、そんな余裕があると思ってるんですから。では必殺こだわりメガネ気合玉。はーい、なーにやってるんですかな。これ自信あるんですかな。ないから龍舞で無理やりドラゴン技で突破。炎のパンチ耐えるがやりえない。兵力技なら何とでもなりますぞ。ではお返しの気合だな。ザーン激励がやりえない。素晴らしい火力ですぞ。さーて、お相手のラストは誰ですかな。表示音とかならばラッシュで、ニーフィアなら後続で片付ける形を取る。イルカマン、このイルカマンはもうずっとこの状態ですぞ。ねえ、一旦引いてシャドウボールを打ちたくはありますな。ヤグレイブ HP3 ではイルカの相手はできない。なぜならアクアジェットぐらいありそうというか S 負けしてるからですな。慌てん坊のヤグレイブ、慌てて飛び出したらここはジェットパンチでしたな。アクアジェットじゃなくてジェットパンチ、専用技、専用技、先制技、爆発しました。さて耐えるかは別として、まあ、ヤフボ行きましょう。再び登場グルメなヤフボ、 HP57 もあればきっとなんとか、きっとなんとかなるんですぞ。アイルがやりえない。そのフォルムならばなんとでもなりますな。シャドウボール通販、一撃がやりえない。楽しい火力ですな。では勇者氏対戦火力がやりえない。やりましたな。ここまでご視聴感謝以外ありえない。というわけで、今回は闇イルカの紹介をしていきますぞ。こいつだけ、まあ、レード集会で使わないということでレベル100にはしていませんが、まあ、逆にステータスが分かりやすいですな。闇イルカ、ダイブボールがよく似合うんで、まあ、ダイブボールに入れておりますぞ。テラスタルは火力の底上げの水で、持ち物も火力を上げるための神秘の雫、これでハイドロポンプの火力がものすごいことになるはず。ねえ、まあ、特攻106ですが、これはちゃんとぶっ破した値となっておりますぞ。努力値は HC。
ね、水のベールしかこいつには特性はありませんので、火傷状態にはならない。つまり今回のテーマにぴったりですぞ。で、技構成はハイドロポンプ、そして威力の高い爆音波、弱点をつく吹雪。ねえ、まあ他にないのでドリンキスなわけですが、正直吹雪があるんでドリンキスは打ち先がなかったりしますぞ。ねえ、まあこいつはね、暁の証を持っておりますな。早くに目覚めたナミイルカ。まあというわけで、この動画はここまでですな。ここまでご視聴感謝以外ありえない。